いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は青森県南津軽郡藤崎町藤昌製麺に行ってきました。8月17日にリニューアルオープンしていたようでした。お邪魔します。親鶏そばとか鶏 100% のスープになっていました。食券を購入します。麺は2種類トッピングなど追加で購入です。セットもありましたが別で買っても値段は変わらないようでした。TKG もあります。親鶏そばと鶏丼にします。食券をカウンターで渡します。番号札を渡されました。お水はセルフで。番号を呼ばれるまで席で待ちます。窓側のカウンター席にしました。親鶏そばと特製親鶏そばがあるようです。調味料親鶏そば750円、鶏丼350円。いただきます。親鶏は盛岡の山形そば園で会いました。同じ感じです。鶏チャーシュー、太メンマ、ニラ、中細麺だそうです。ストレートですね。全粒粉入りの中細麺、もちっとしてるのに噛み応えがありました。鶏 100% スープ、とってもあっさりしてて美味しいです。もうちょっと鶏臭いかなと思いましたが全然臭みがありません。親鶏のお肉柔らかい。麺ももっと硬いかと思いましたがもっちもちっとしていて噛み応えがありました。これはとっても美味しいですよ。スープも鶏油が浮いてるのに味わいがあってそれでいてあっさりしています。美味しいです。コラーゲンもたっぷりありそうですね。太メンマ、太いけど味がしっかりしててとても柔らかいです。鶏チャーシュー、しっとり柔らかです。お口の中でほぐれました。ここが8月にリニューアルしていた、そういう事実を知りませんでした。結構近くに住んでいるのですが最近裏道ばかりを通っていたので気がつきませんでした。この前お店の前を通ってえっとなって早速来店しました。鶏丼、生卵がいいですね。卵を混ぜていただきます。箸だと食べにくいのでレンゲでいただきます。これは鶏チャーシューがとっても香ばしくて激うまです。炭火で焼いているようなお味です。タレも美味しい。
生卵もいいお仕事をしてくれています。宇治塩製麺さんは就労支援サービスで麺や餃子を作っていて、私はそれを応援したいなと思っていて、藤崎蕃流に結構行っていました。本当にちょっとだけ知り合った方が麺を作ってるんだよと教えてくれて、そういう福祉の働きって大事だなと常々感じております。自分も福祉系で働いているので、就労支援って大事だと思っています。だから大好きなラーメンを食べることで、お店が繁盛して、新たな雇用が生まれるって素晴らしいことですよね。食べて幸せ、作って幸せ、そんな素敵な輪を大きくしていければいいですね。物がどんどん値上がりしてきて、家計を圧迫してきているので、外食が難しくなっていると思います。早く景気が回復して、戦争も終わって、物価が安くなってくれればいいな。時はの卵や鶏で作ったラーメン、鶏尽くしの品々、めちゃくちゃ美味しいです。親鶏のチャーシューもとっても柔らかいです。そしてこの鶏丼が絶品です。また来ようと思いました。ちょっと欲張りすぎたのでお腹がパンパン。今日は朝ごはん食べなければよかったな。スープも全部飲みたかったけど、朝具沢山味噌汁を作ってたくさん飲んでしまい、お腹に余裕がありませんでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。